身上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 ないです。これ言っていいのか分かんないけど、みんな忘れて、消去して、ないんすよ。そう、いや、むしろないんすよ。はい。そう、ほら、むしろ魔境にいたんで、そう、ないんす。スタジオに行く機会も全然なかったし、まずいないし、まあ、そうですね。ないですね。ないですね。ないんですよ。はい。今日、お誕生日、そう、好きな、なんかお誕生日ってなんか今日流れてきたんで、あ、これ、言っとくかと思って、はじめケーキつけないでおめでとうございますって言っといたんですけど、やばいな、これなんか、ちょっと、感じ悪すぎかなって思って前にケーキつけてきました。はい。はい。うん。一応ほら、社長さんなんでね。社長さんなんでね。はいはいはい。大変ね。そう、この素晴らしいところでやっぱりね、活動させていただいてる、社長様なので。あ、いや、素敵な社長様なので。うん、はい。すいません。会ったことないのに。こんな、感じで申し訳ございません。だって棒読みいやされてません。そんなことないです。おめでとうはちゃんと自分の意思で言いました。はい、うん、はい、社長ちゃん。いや本当に、でも本当ね、こんな素敵なところ本当にね、あの社長さんがいなければね、あれなんで。はい、まあでもみんなですけど、運営さんと、他のホラメンちゃん、みんなですけど、あ、やばい、もう、全部。全部です。はい。全部です。はい。全部のおかげでみんなに会えました。うん。全部のおかげでみんなと会えました。はい。毎日楽しいです。ありがとうございます。いや、嬉しい。明日消えてっかもしんね。明日公式なのに、明日8時から公式だよ、みんな。公式なのに消されてるかもしんねえ。やべえ、みんなと会えなくなっちゃうのやだ。マジでやだ。でさ、ヤゴがいなかったら、レシアに会ってなかったしな。そうよね。ね、そうね。会社を設立してくれたわけだ。でもレシアは、マネちゃんにお世話になった。みんなにお世話になってるけど、ね、マネちゃん。主にマネちゃん。だってね、めっちゃマネちゃんにね、感謝してます。あ、でも、社長さんにも感謝してますけど。はい、もちろん、やばい、ボロ、もう、ルシアね、嘘つけないんでね。嘘つけないんでね、やばい。シェイシャン、シェイシャン、おりおりやろ、ゲコン。え、何歳？エチャーナル。歳がない。あ、なるほどね。うん、生まれ変わったら0歳からスタート。まあ別に、そういう、まあ、数えてないんだよね。でもそういうふうに言うんだれば、うん、3日歳です。そうだね、3日前にね。じゃあ、3日目なんだ、生まれて。赤ちゃんです。赤ちゃんだ。よろしく。若いどころじゃないね。マジで、かわいいね。バブバブね。マジママ、かわいい。牛乳ミルク、うん、おっぱい飲む、おっぱい。おっぱいね、おっぱい。おっぱいってなんて言うの？ブープス。うん、まあ、可愛く言うならば、うん、ブープス。うん、ちょっと恥ずかしくなったわ。なんで？シェイシャン、シェイシャン、おりおりやろ、ゲコンコン。ウキウキじゃん。
ね、パンツ、もしかしてさ、これさ、このさ、ゆるくてさ、めっちゃゆるくてさ、これさ、おパンツ出てくるかもしれんけど、その時はさ、おパンツ見えてる。よし、行くぞ、よいしょ、あ、待って、あ、パンツやばい、フレアパンツ、フレア、フレアやばい、フレアやばい、待って待って、リンク、ちょっと、一回ストップ、一回ストップ、一回ストップ、やばい、全部待って、どうやって止めるのこれ。ちょ、皆さん、すいません。あの、ズボンというか、短パンも脱げたし、あの、リングコンも緩くて落ちた。あの、太もものリングコンも抜けたし、何もかもめちゃくちゃです。パンツ丸見せけ、ちょっと。パンツ、フル開示してけど、まあ、普段には見せてあげる、特別に。船長の。フル開示パンツ見せてあげるね。何見せとんじゃん。ずるずるずるで全部脱げた。これが船長なんだわ。よし、ちょっとおパンツ丸出しで頑張ります。やり直す。うん。あれ